本日も始まりましたチャーマンズと君高のフルボッコレディオ。まずは出演メンバーの自己紹介からいきましょう。はい、チャーマンズの頼れるお姉さんリーダー担当サリーシリコです。チャーマンズのダンスマシーン担当美咲です。そしてお笑い芸人の佐藤君高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今週も始まりましたけども、はい、今回で、このフルボッコレディオが、最終回ということで、まあ、最終回なんで、なんかこう思い出トークというか、3人で最後は喋って終わろうかなっていう回なんですけども、まあなんていうんだろう、そのリコと美咲は、アクアネクストの時を含めて、約2年半そうですね出演していたらしいんですけど、なんか思い出とかあったら喋っていきましょうか。思い出でもやっぱりアクネクの時に、あの自分のコーナーアシカワシカっていうコーナーダジャレコーナーがあったじゃないですか。あれをアクネク研究生の時に、あのコーナーをいただいて、たのってなかなかなんかそんななんていうのなんていうんだろう、すごい大チャンスっていうかなかなかない機会なものを、こうその時あのカーヤさんと一緒にラジオやってた時に、その中に自分のコーナーをもらえたのがすっごい嬉しかった記憶はあります。ダジャレで勝ち取った気づいてたらできてた、コーナーが、あれもうねコーナー終わってしまって。そうですね、最近はどうなのダジャレ事情は。ダジャレ、あの頃はねダジャレが好きだって言って、コーナーでやってましたけど、あれ以来一回も聞いてないよ、リコがダジャレ。そうですね、あの検索することもなくなりましたビジネスダジャレ好きだったまあそこはなんかね最近仕入れたみたいなね聞きたかったよね。最近の一押しじゃないけど、何にも考えてないな、全然離れちゃってんじゃん、もうダジャレ。本当やばいんですよね。あ、考えてくればよかった。ダジャレ離れしちゃったのね、もう。はい、ちょっと大人になりました。大人の方がダジャレ言いそうな気がするんだけど、どっちかっていうと。確かに。あんま若者のダジャレ言わないよね。じゃあもっと若者に染まってきました。はい、ようやく染まれました。おめでとう。ありがとう。そうか、そこからだもんね。はい、結構長い期間やらせていただいて、それがやっぱり印象に残ってる。残ってますね。なるほどね。美咲、はどうですか。私はその事務所の先輩のカーヤさんと一緒にクイズ大会みたいなのをなんかピンポーンってやって、やってた、やりましたよね。あれをやってたのが毎回楽しみで、すごい変な回答が多かった思い出。そう、美咲は全然外れていって、当たんないことあんま記憶ないんですけど、当たった方はあんま少なかったんですけどでも楽しかった。面白回答で、でもね、盛り上げてくれてたイメージありますよ。ありがとうございます。やっぱ不正解だらけだった。コーナーは、自分のコーナーはその時なかったですね。でも後にあれだよね。あ、そうですね。でもどんどんチャーマンズなってきて、大喜利岬っていう、ね、なんか大喜利が好きっていうのもまた好きなの、何だったんだっけ。ビジネスだけど、ビジネス大喜利なんか、そう、だからでもなんかね、大喜利が好き、好きでした。いや、絶対違うわ。好きでした過去なんだ。好きです。でも考えてきた回答ね、美咲自分でも発表してたじゃない。そうなんですよ。センスの光る回答じゃなかった。でも毎回確かにだったよね。最近ほらアイドルでも大喜利面白い人とかいらっしゃいますね。多いじゃないですか。そのね、一人に慣れたよね、絶対ね。確かに。やってればね、もっと磨けば。コーナーが終わんなければ続けてれば。そっかそっか。そういうのがありますけども、はい、チャーマンズの思い出とかも聞いていいですか。チャーマンズに入ってどれぐらいなの、2人は。ちょうど2年ぐらいですね。2年、はい、
2年か、はい、それなんか思い出ありますか、何か。なんでもう思い出しかないっていうか、なんか、なんか濃すぎて、なんか今まで生きてきた2年間と比にならないぐらい濃すぎて、この2年が、なんかもうなんかなんだろう、どれを選べばいいんだろうってぐらい、なんかありふれてる、ありふれてる、ありふれた、ありふれた、ありふれてる、溢れてます。思い出が、やっぱなんだろう、大きい舞台ティフーラとかアットジャムとかっていう、なんかもう大規模なアイドルさんとご一緒できるっていうか、大規模なステージ、そのライブは特にそれに向けてとかも含めて結構印象に残ってます。もともとあれだもんね、だってリコはアイドル好きだもんね。そうなんです。そこどうなの、もともとアイドル好きで、はい、自分が今度逆にそのステージに立つ側になるっていうのはどういう心境というか気持ちだったの？どういう心、なんかもう初めの方はもうアイドルが好きだから応募して、アイドルが好きだからみたいな気持ちだったけど、どんどんなんかアイドルってこんなこともするんだっていうか、なんだろう、裏側じゃないけど、キラキラしてるだけじゃないんだなって、なんか芸能界の闇を知ったみたいな言い方しないでよ。なんか練習とかを含めて、なんかもうずっと笑顔な世界だけじゃないんだなっていう、なんかそれなのに、なんかますますアイドルをリスペクトっていうか、なるほどね、いう気持ちが大きくなりました。改めて、はい、そっか。でステージって、はい、なんかね、見たことある人たちと一緒にステージ立てたとかね、はい、そっか、そういう経験ありました。濃すぎる2年、濃すぎる2年でした。濃厚だった、だいぶ、めちゃめちゃ濃厚で素晴らしい経験だよね、それ、はい、今後の人生にも、はい、絶対役立つし、うん、思い出に絶対残るでしょ。はい、もう残ってます。絶対リコの走馬灯にチャーマンズ出てくる来るかもしれない。そっかそっか、はい、美咲はどうですか、チャーマンズ一緒だよね、ほぼ時期は。はい、ほぼ一緒、本当に1週間2週間後ぐらいにリコちゃんの次に入って、本当ほぼ同期みたいな感じで入ってて、やっぱりでも自分がすごい思い出すのは、みんなと一緒に東北を回ったりしたこととか、遠征が多かった時がすごく嬉しかった、うんうん、そっか、いろんなとこに出てとか、はい、初めて、そう、初めての県とかがもう多くて、自分あんまり宮城のままだったんですけど、もう初めて岩手行ったりとか、初めて秋田行ったり青森行ったりって、東京も足踏み入れたことなかったんですけど、チャーマンズで足を踏み入れて、足を踏み入れて、そんなやばいことじゃない、地に地みたいに言わないで、うん、地に降りて、もうなんかそれで、でもそのそこに遠征に出た時にお客さんに、このご当地のやつはこれだよっていう風に教えてもらったりとか、その県の魅力とか東北の魅力とかをこのチャーマンズですごく知れたんじゃないかなって思って、改めてね、そうなんですよ、東北出身の人間として、はい、人間としてすごく嬉しい機会を与えてもらったなっていう。そっか、普通にね学生生活してたらそんなにね、本当に東北といえど、はい、なかなか行ったりなんてできないしね。そうですね、そうなんですよ、貴重な経験が。はい、美咲ってそもそもなんでチャーマンズにやろうと思ったきっかけみたいなのって聞いたことあったっけかな、 なんでだっけ、アイドルっていうのがあるんだよねっていうのを聞いて、はあ、この事務所に入ってアイドルじゃあやってみようっていう、本当に勢いで入りました、うん、あ、そうなの。チャーマンズっていう、元々ダンスやってたんだよね、学校の。そうです、部活やってて、じゃあそれでダンスやってるし、まあなんかそっち系もちょっとな、アイドルってか K-POP が好きだったので、そういうアイドルになってみたいなっていう日本にで気持ちで行ってみました。あ、なるほどね。そしたらこうなって、こうなりました。こうなりましたいいじゃないですか。そうです、本当にポンって入って、うん、頑張ってボーンってなったんで、いや、気重いな。なるほどね。
なんか一番思い出に残ってるステージとかないの、その数ある2人がステージ立ってきたと思うけど、うん、1個選ぶの難しいかもしれないけど、1個なんか選ぶとしたらどれになるの？自分はいつだ、去年2023年の4月かな、4月に、うん、そのさっき東北巡ったツアー、縦断、うん、横断ツアー、東北横断ツアー、うん、東北なんだっけ、なんだっけ、なんとか横断ツアーみたいな、縦断縦断横断、なんかこうなんかツアーみたいなのがあったんですけど、そこのそこの岩手でのライブが、うん、はい、が特にもうすっごい印象に残ってて、なんでなのそれは、なんかその日になんかその時4人だったんですけど、うん、なんかいつもコール、あの、うん、自分の名前が呼ばれたりとかするコールが、はい、あんまり自分ってそんな呼ばれないわけでもないけど、入ったばっかりとかだとね、はい、あんまりなんか聞こえない、なんかそこまでボーンってくる感じのタイプの人じゃなかったんですけど、うん、もうその時のその日のライブはもう本当に自分の名前がもうはっきりと聞こえるぐらいの、うん、とかなんかもう自分の前に自分に向けてこう、あ、言ってくれるんだなっていうのがすごい伝わるライブで、なんかもう終わって号泣みたいな、嬉しくて、ね、嬉しくてそのちょっと今まで声が声援が少なかったっていうのもあっての地元での大声援みたいな、うん、なるほど、前それラジオで喋ってたね、そういえばね、あ、多分喋ってました、覚えてるわ、あ、本当ですか、すごい、うん、それ嬉しいよね、嬉しくて、それが一番記憶に残ってますね、特にいいですね、はい、美咲は何かありますか？でも私はなんかあれ、そのリコちゃんと二人体制の初めてのあの北上でのライブが野外だったんですけど、うんうん、その時がすごく緊張で、これから先どうしようねとかね、二人になっちゃってみたいな、って悩みがすごい一気になんか重りがドーンなってて、うん、その日しかも野外で風も強くてなんか雨も降ってたんですよ。でめっちゃ悪天候って思ってたけど、寒い寒いとか言いながら頑張ろうねってなってたら、結局終わった時にはもう晴れてて、あ、もう雨が止んで、うん、みたいな、会場の雰囲気もあっていって、もう盛り上がっていって、最後最後にもうリコちゃんと一緒にこう泣きながらギュッてしたのが、うん、ギュッて何このハグハグをして終わったのが最近では一番いいステージだなって思います。2人になって不安だったけど、天候も悪くて、そうそうそう、2人でレッスンして、ステージやって、お客さんも盛り上がってくれて、天気も晴れて、そう、心も晴れたと。そうなるほどね、すっごいなって、物語があるわけだねそうなんですね、そっかそっか、まあいろいろあったと思いますけども、はい、まあ、2人今頑張ってやってきて、まあ、ファンの皆さんの支えもあって、アイドル活動、そしてこの番組も続けてきたんですけど、最終回はちょっとリスナーの皆さんからいただいたメッセージをですね、紹介していこうかなと思いますんで、2人から読んでもらっていいですか？はい、じゃあまず1通目から読んでいきます。ラジオネームアラン・スミシーさんからです。チャーマンズの皆さん、キミタカさん、こんにちは。こんにちは。今回でこの番組が最終回ということで、とても残念です。アクアポイントのこの枠での番組が始まって7年間、たくさんのメンバーとキミタカさんのトークが楽しかったです。僕はずんだ爆弾が改名する前、ドリームキャッチャーが番組を始めた最初から聞いていました。ドリームキャッチャーの早く大人になりたいのの第1回目からです。そしておそらくこの番組で一番たくさんメッセージを読んでいただきました。確かに。思い出深い出来事といえば、初期の頃にキミタカさんが何かの都合で来られず、メンバーだけで番組収録した回があったこととか、逆にメンバーが誰も参加できなくて、キミタカさんとスタッフさんだけで収録した回があったりしたことで、それはそれでとても面白かったです。キミタカさんがいつもメンバーから面白トークを引き出してくれて、キミタカさんあってのこの番組であったのは間違いないです。チャーマンズのお二人も今月末でグループを卒業、この番組も終了で寂しい思いもありますが、最後まで楽しい放送をお願いします。皆さん本当にお疲れ様でした。いつかまたどこかでお会いできますように。
といただきました。はい、ありがとうございます。そうね、アランスミシーさん、はい、一番送ってくれてるかもしれないね。そうですね、毎回たくさん送っていただいてありがとうございます。本当に7年間なのか、この幕、7年間2人が 2年半って言ったっけさっき。はい、え、じゃあこれすごくね。すごい。あったのよこの、うん、俺がちょっとこれあれだ、体調悪くて行けなかったんだよね、このね。あ、そうだったんですか、収録に。あと逆にメンバーが誰も来れないくなっちゃってみたいな時あったんだよ。そうなんだ、意味わかんないよねこれ。面白い。俺がいないのはなんとなくいいんだけど。一応すごい冠番組なのにいないっていう。あった、スタッフさんと2人で、どういう回とか覚えてますか、どういうことしたとか。なんかスタッフさんがちょっとこう、はい、裏話してくれるみたいな、そうなんだ、回だったような気がする。2週ぐらいあったよ。そんなに。そうなんだ。そのファンの人もこれはこれでレアだねぐらいの感覚でありましたね。面白そう。いや本当ありがとうございます、アランスミシーさん、たくさん送っていただいて。ありがとうございました。どんどん紹介していきましょう。はい、それでは2通目、ラジオネーム赤丸さんからです。チャーマンズの皆さん、キムタカさん、こんばんは。こんばんは。最終回とても残念です。猫さんはダジャレ、美咲さんは大喜利のコーナーが思い出深いです。自分のメールが読まれたり MVP に選ばれた時はとても嬉しかったです。あとお二人が初登場した時に比べトークの声量も大きくなり、とても聞きやすくなりましたね。またキムタカさんへのトークの返しも臆することなくテンポ良くなり、大きく成長したなと感じています。ラジオを通してお二人の人間性や魅力をたくさん知ることができました。ライブではいられないものをたくさんいただき、とても楽しかったです。改めて素敵なラジオありがとうございましたとことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに初登場の時ってやっぱり覚えてるっていうか、緊張したの覚えてる、やっぱり。はい、もうアクアネクストの時はの毎回こうラジオ収録に来るたびにもずっと緊張して、もうどうしようどうしようどうしようリコはそうかもね、はい、ずっと縮こまってる派です。なんかそのメールの紙とか台本の紙持ちながら読むのめっちゃ手プルプルしてるよ最初。バレてましたか。いや、あんなにプルプルしたら気づかない方がおかしいでしょ。そうなんです、ずっと手震えてて。普通はそうだよね、緊張するもんだよね、最初はね、慣れるまで。美咲は一切そうないけどね、何も変わんなくない。逆に緊張せよ少しは。逆に公共の電波だよこれ。そか、確かに、なんかね、時間はないんですけど。すごいよね、メンタルが。ありがとうございます。じゃ成長を、ね、感じてくれてるということで、岡村さんありがとうございます。ありがとうございました。どんどん行きましょう。はい、続いてラジオネームメガネ王子さんからです。佐藤さん、チャーマンズの皆さん、こんにちは。チャーマンズの皆さんとは先日の卒業旅行で仲良くなれたのですが、佐藤さんとは仲良くなる前に最終回ということで大変残念に思っております。毎週楽しく聞かせていただいておりましたので、4月からのラジオのない生活はチャーマンズのお二人の卒業と同じくらいの喪失感です。寂しくてどうしようもない時は YouTube で過去の放送を聞いて我慢しようと思います。長い間お疲れ様でした。佐藤さんもお元気で。ではでは。佐藤さん呼びなんです。ずっとですね、付き合い長いはずなんですけどね。距離がちょっと距離がある意味愛情を感じますけど。確かに確かに。そっか、あ、 YouTube で過去の放送、はい、聞けるんだね。はい、これは最終回終わった後残るんですか、これは。残る残る。あ、じゃあね、もし寂しい方はそちらでね、過去の放送とか聞いていただければなと思います。はい、メガネおじさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてラジオネーム直輔さんからです。猫さん、美咲さん、キムタカさん、こんにちは。こんにちは。チャーマンズとキムタカのフルボッコレディオが番組終了してしまうということで、とても悲しみやこです。安定のトークと心地のいい声でリードしておれるね、アリコさん、
抜けてる部分があると思いきや、特定の分野に関しては急に詳しい知識を披露する美咲さん、そんなお二人をまとめつつ、時に深刻な深刻辛辣なツッコミを入れる君高さん、この3人のバランスがとても面白く、大好きなチャーマンとかが出ているから聞き始めた恥ずかしい恥ずかしいいつしか一度聞くことが恥ずかしい番組って最低初めてはずが、いつしか一ラジオ番組としてとても楽しく聞かせていただきました。4月から皆さんそれぞれの新生活があるかと思いますが、それぞれの道でさらなるご活躍を祈っております。改めてリコさん、美咲さん、キメタカさん、スタッフの皆さん、楽しい番組をありがとうございました。ありがとうございます。せっかくいいメールいただいてるのになんか直輔さんが文句言ってるみたいなね、みんな恥ずかしい番組みたいな、ね、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、こういうとこだね。ファンの皆さんもこういう先のねこう言ってますけど、ね、抜けてるとこ、うん、面白かったっていうね、面白いですね。愛情たっぷりの、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次いきます。ラジオネーム中野順次さんからです。チャーマンズの皆さん、キミタカさん、今までお疲れ様でした。リコさんの足川足川やミサキさんの大喜利ミサキのコーナーで何回かダジャレなどを読んでいただき、うん、ありがとうございました、うん、これからも元気に頑張ってくださいといただきました。中野さん完全関係ないから、ね、中野さん引きずりすぎだから、特にでも中野さんも印象がもうダジャレを毎回あの、うん、十何通とか、そう、ね、送ってくださってて、うんうん、あのラジオのコーナー今足川しかないじゃないですか、うん、でもリコの中にもないけどねダジャレ、うん、ありますあります。だけどなんか毎週のようになんか X でダジャレ未だに送ってくださってて、うん、なんか今もなんですよ、なんか未だに送ってくださってるんです。なんかおおと思って毎回びっくりしちゃって、意思を受け継ぐものになってくれてるんだね。はい、ぜひよろしくお願いします。これからも伝えていってください。はい、ありがとうございます。はい、ラジオネームキャッツンさんからです。岩手のアイドルチャンマンズのラジオ番組がやっと福島や宮城県だけでなく岩手県で、しかもラジオ盛岡で毎週放送されるようになった時は本当に嬉しみやこで楽しみ席でした。キメタカさんも7年間ありがとうございました。さようなら、また会う日までです。ありがとうございます。ありがとうございます、うんうん、ラストですか次。はい、ラジオネームくまこうさんからです。チャーマンズとキミタカのフルボッコラジオレディオ、毎週楽しみで、メンバーによる無責任運勢のコーナーもあり、聞き逃すと週末を迎えられないような気分になっていました。これまでもさまざまなコーナーをブラッシュアップして続いてきましたが、リコちゃん、ミサキさん、ミサキちゃん、キミタカさん、それぞれ印象に残っているコーナーや放送回はありますか？私はライブの時とはまた違った2人のプライベートな部分やトークが聞けて、たまにジェネレーションギャップをキミタカさんの鋭いツッコミとともに感じつつ、たくさん笑わせていただきました。総じて7年間の放送お疲れ様でした。今のチャーマンズメンバーの2人はもちろん、キミタカさんも世代が変わるアイドルさんやシンガーさんとともに楽しい放送ありがとうございました。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。オーナーもあれしやっぱ2人がやってた、そうですね、アシカワアシカ最高の生き方は、あ、そうでした、そうだそうだ、確かに洗脳されちゃった。それもありますね。やっぱ自分の担当コーナーはね、美咲、はい、も基礎教養とか、基礎教養と大喜利、うん、学べた基礎教養はこの番組で、はい、もう基礎はもう完璧です。すごい。じゃあ良かったです。はい。何になったの？またメール以上ですかね。はい。たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのおかげで、うん、楽しくね我々も放送できることが、うん、ね、メール本当嬉しいですよね。はい。ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、はい。まあ、前身の番組7年前にね、うん、この枠で始まった、はい、番組が今日で最終回ということで、はいはい、やっぱ最後は2人からね、うんうん、このリスナーの皆さんに
一言もらいたいと思うんですけど、美咲からいきます、はい、じゃあリーダーは最後にね、美咲さんお願いします。はい、皆さん2年、私では2年半聞いてくださりありがとうございました。またこの声を聞いたら思い出してくださいありがとうございました。どういうこと、街中で叫んでるこの声この声を聞いたら、じゃあ面白かった話とかまた思い出して笑ってみてください。ありがとうございました。広報美咲らしくね、頑張ってください。ありがとうございます、はい、じゃあリーダーお願いします。はい、サリージュリコです。なんだろう、この番組ラジオを通して、なんだろう、自分のちょっとずつこうさらけ出せてきた感じもするので、うん、すごいいい機会、貴重な経験ができてとても嬉しいです。毎回聞いてくださった皆さん、リスナーの皆さん、本当に自分は2年半本当にありがとうございました。以上です。恥ずかしそうにいやでもね、リーダーとして頑張ってくれて、なんかネガティブなとこがあるから、でも心配性なのっていいことだと俺は思うんだよね。あ、本当ですか。よかった。なので今後の人生に生かしてリコらしく頑張ってください。ありがとうございます。そして僕も7年間いろいろみんなと携わってやってきて、とりあえず楽しいことしか思い出にないので、またみんなと同窓会やりましょう。おー勝手に言ってますけど楽しそう、やってみたい、ね、何人になるんだっていうさ、だいぶ大所帯になると思うけど、すごい、そう、大部屋を借りて、大部屋を借りてどこか、はい、本当に皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。でもこれで最後っていうかさようならじゃないんでね、またどこかで会いましょうということで、楽しく終わりましょう、はい、最後の挨拶いきますね、はい、というわけでチャーマンズと君高のフルボッコ、お相手はサリーシリコと美咲と佐藤君高でお送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。すべて詰め込んで光を開いてけ、その先